しょうけど、まあ、築地は違う、最高だ、そのような考えを持ってたそうです。私もニューヨークとか他のアメリカのいくつかの都市で市場を見たことありますけれども、魚扱っているところ、どうもね、日本の感覚と違うんですよね。なんだろうな、築地とか日本の市場では、まあ、口に入る、台所でまな板に並ぶ、そのようなお魚売ってる感覚がありますが、外国で見るとね、ただの魚の死体が置いてあるところ、そんな感じがします。まあ豊洲もそんな感覚で作ったのかなと、ね、漫画喫茶じゃなく私はそんなように思いましたね。あそこにはまあ自分僕がイマイズするような美味しい魚が並ぶっていうよりも、魚の死体が並んでそれが右から左へ運ばれる、そのような場所なんじゃないか、そんな発想で作られた場所なんじゃないかな気がします。話変わりますが、私も実は築地市場、朝からぬ大して深からぬ縁がありまして、私のじいさんの前まで銀座で魚屋をやってたという話だけは聞いたら聞いて、実際見たことないんですが、まあ先祖はね市場変えてたと思います。で時代がちょっと魚、過ぎまして、その後父は、築地のちょっと先築島にある会社の工場に勤めておりました。まあその際に私子供の頃よく工場に遊びに行って、ハムカツとかかじりながら運河の向こうを見てると見えました。豊洲と、ね、大きなタンクターミナルがあって、ぼーっとね炎が燃えてんですよ。地面からいろんなガスが出たりね、そういう場所です。でさらに時間がちょっと経ちまして、私の高校時代、まあ電車通ってないですけど豊洲からバスで1本で行ける場所に学校ありまして、学校の一部にテニスコートがあって、まあなんかそこだけねアスファルトで覆われてるんですね、グラウンドの一部分、僕は土なんですけどそこだけアスファルト、なんでかなと思ったことあるようなないような気がするんですが、ある時雨が降ってそのアスファルトの周辺から黄色い水が湧いてきたことがあります。でなんだこれあって騒ぎになったら、それが六化クロームだとね、有害物質ですね。すいません詳しく知りませんが、まあ江東区ごとくそのような場所だというと大変失礼ですが、どうなんでしょうね、豊洲市場もっと危険なものがいっぱい埋まってるんですよね、やっぱり食べ物を扱う場所、正しい場所だとは決して思われないと思います。農林水産省ぜひともお願いいたします。このまんまね、豊洲市場を認めないでください。でご通行中の皆様ね、役所を務めている方々、警備の皆さんもぜひともお考えください。築地市場ってね、まあ食文化そしてすごいブランドだと思うんですよ。今やだってね、今だってもうすぐなんかドラマ始まりますよね、市場が舞台のね、漫画もなんかあるじゃないですか、あそこを舞台にした。豊洲でドラマや漫画できるでしょうかね、いいじゃないですかね、もったいないですよ。築地みたいなブランドミスミス捨てるのは東京都の財産ですよね、皆さん考えましょうよね、もったいないですよ、潰しちゃうの。よろしくお願いします。ありがとうございます。ところで、まあ、なんと言いますかね、この築地移転の問題に関してね、やはり反対的なアピールをしている人間に対して、やっぱり、なんか有形無形のやっぱり圧力があるのかなと疑われる話なんですが、やっぱり今の築地を舞台にしたドラマの話は知らないんですが、私がよく口にしている、築地を舞台にした不良少年物語の漫画の話ですね。あれが非常に最近いい展開だったんですよ。築地移転の前に築地を地上げする地上げ集団が現れて、でそれとそれに反抗している歯向かっている地元の不良グループが地元の高級クラブで鉢合わせして、でその地上げ集団の親玉が築地は終わりで終わりって言って、で何をって言ってその不良少年たちが歯向かうんですが、相手が意外に強くて叩き伏せられて、みんな泣きの涙で叩き伏せられたところで
あの終わったんですよね。クソっていう感じで、非常にいい感じじゃないですか。でそれ読んでる人間も、なんて築地がこんな奴らに地上げされてとかって言って、築地移転反対、築地ええじゃないかってなりそうな展開なところで、いきなりなんかそのたまたまその築地にいなかった不良グループが今イギリスに行ってるって設定がいきなり浮上して、いきなりイギリス編とかになっていきなり舞台がロンドンになったんですよ、今週から。何ですかそれ。せっかく築地の地上げ集団と地元のそれに歯向かってる不良少年が激突したところで、次の週からいきなり舞台がロンドンって何ですかそれ、ね、え、だから相当ね、なんというか表立ってかなりメジャーな媒体でこの反対的なアピールをしている人間には結構有権向けの圧力があるんじゃないかなと、想像されます。それでは